クラインツールズ D203 から6ラジオペンチはペンチの一種。昭和のラジオ前世紀の時代に登場したペンチで、元は電気工作用に作られた工具で、その代表する電気機器がラジオであったことより、ラジオペンチ、愛称、ラジペンと呼ばれる。英語では単に、プライヤー、ニードル、ノーズプライヤー、または、ロング、ノーズプライヤーもしくはロング。 ノーズカッティングプライヤーと呼ぶ。切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で電子機器の配線や小さな部品を掴むために先端が細くなっている。先端がまっすぐなものと曲がっているものがある。電光用としての役目が減った現在でも様々な場面で使われている。銅線や針金を切ったり、細工したり、小さい部品等を挿入したり取り出したりするための 工具であるるるペンチにに比べ狭いいい箇所のの細工や細や導線ハリキン等を切断するのに適しているラジオペンチの先端部は物を掴む役割の部分で凹凸の筋がつけてあり物を挟んだ時に滑らないようになっている先端になるほど細くなっていてその太さはいろいろのサイズのものがあり用途によって選ばれるジスでは B4631 ラジオペンチに 規定されている。英語名でもわかるように、カッタがついた、プライヤーの一種である。他にも、いろいろの同様外観を持っていて、使用目的の異なるプライヤーがある。左上から右回りにラジオペンチ、平口電話専用プライヤー、ベントヘッドメカニックプライヤー、丸ペンチ丸ペンチとは、切断機能のないラジオペンチで、JISB4624 に規定されている。 これらは普通のペンチより小型で、先端が円錐状になっている。平坦部が存在しないものもある。電気通信機器や、ラジオテレビ等に使う工具で、銅線、鉄線の曲げ加工にも使用される。先端は、細く仕上げてあり、細長いタイプや曲がっているタイプがある。プロの自動車整備用を主目的とした、メカニックプライヤー、グリッププライヤー、 電話工事専用工具のテレフォンプライヤーと呼ばれる、掴むことのみを目的機能とした商品も、日本以外のメーカーには、多くの種類がある。先端が幅広で薄いタイプと、色々の形状をしているものがある。これらのプライヤーは、一見、外観は、ラジオペンチとよく似ているが、ラジオペンチとの大きな違いは、切断用の刃がついていないことである。切断陣のある、 ラジオペンチとないメカニックプライヤーではハンドルを握った時に最初に視点より先の左右どこが当たるかを重視して製造されているかで大きく異なる。当然ラジオペンチは切断を優先して刃の部分に隙間がないことをまたメカニックプライヤーは挟むことを目的として先端の挟み部に隙間がないことを重視して作られている。このことより 使用目的からどちらの工具を選択すべきかが決まる。ありがとうございます。